はい、皆さんこんにちは。ナウ MVP ロです。はい、皆さんこんにちは。です。というわけで、はい、2017年もね、終わりということなんで、はい、今年のからの MVP を、はい、トップ10をね、これやろうかなと僕らも思います。はい。で、まあ今日は白さん。はい。で、2017年全体で見た話になっていますので、はい、まあ去年って今年か、うん、今年になったばっかの年始に出た、パンダラ。パンダラが実際あると思うんですけど、だから詳しく言うと、みやびからになるのかな。はいはいはい。みやびじゃないか、コッコか。コッコだ。か、12月ね、1月1日、奈瞬間来たコッコから、うん、今まで出たキャラの、クリスマスガチャまで今回は入っております。はい、はいはい。でまあ、これは一応、はい、今年出たキャラなんでコラボももちろん入ってるかもしれません、ね、なんでそこはご了承ください。はい。で、全体での MVP プラス、うん、やっぱりそれ面白いね。古いキャラの方が有利です。数々 その出てから歴史がある。あー、確かに。どこで使えたって考えると実績があるもんね。そう、確かに。なんで早めに言っとくと、新作たちのガチャ、うん、あれ多分100入ってくるんですけど、うん、今回入ってないです。はいはいはい、はい、出たばっかでまだ実績が、まあその辺はそう、そのまあ、うん、感じて各々 ね、 そうですね、個人の感じてる部分もあるかもしれないですけど、はい、それだけ先に、まあ、それもまあ言っときます。個人ランキングなんで一応、はい。なんでその3体はちょっと今回外しました。はいはい、あれちょっと強すぎる、あの3体。はいはい、はい、なんで今回外しました。ペリーもね、だからね、はいはい、外してます。ってことで10位から参ろうと思います。はい、じゃあ10位は、10位ボックス買った方が楽なんで、ちょっとボックス買いますね、ご自分の。はい、10位です。違うよ、違うからね。はい、10位がこちら、あー、ノサダムスでございます。はい、これはもうどっちもってことだよね、うん、まあどっちもっていう意味は強いんですけど、どちらかというと神か、うん、はい、で僕個人が進化すっごい好きで使ってたんですけど、うん、神かがやっぱね、今年相当使えた、うん、相当使いましたね、うん、出てから、これだってパンドラの次に出た長寿じゃないですか。そう、だからパンドラの実績2分の1なんですけど、だいぶっすよね。そうか、でも、うん、最初の本当出た当初のなんか、うん、ああなるほどねみたいな感じから、うん、だいぶ上がったと思う。株はだいぶ上がった。なんかね、回シリーズとかでも無双したし、してた。過去の超絶爆弾でも結構使える、うん、あとエルドラドみたいな属性倍率アップしたとかでも意外と使えたりする、うん、使ってる人いるもんね。これがね、のそのいいとこなのかなっていうこと。今年は本当に見事にハマったよね、うん、アンチブロックが。ハマりましたね、アンチブロックが、ね、うん、ブロックに対するクレス本当上がったしね、はい、で、やっぱ引っ張るハンティングだったんで、今年1年が、うん、パンドラとか、うん、やっぱ加速がね、プラスに働くことの方が多かったんですよね、うん、で、ノストラがやっぱ今回すっごい使えたっていうね、うん、あと、拡大爆破弾も確かに、うん、この辺から結構ね、うん、付き合なんか前まであんまりついてなかったから、そうですね、ノサダムスカムイあたりでやっぱり再評価されたのがあるから、ね、はい、アラジンがやっぱ最大限まで上げてくれて、そうそうそう、上げてから、うん、でそっから普及し始めたの、この前で普及し始めたので、まあ、当然サブドとしてもある程度強かったですね、うん、でノストラが10位ですね。はい、次9位9位9位はね、みんな納得なんじゃないかな。あー、ウィザホークアイ、むしろ、うん、上の人もいるだろうね。いや、これ多分トップ3入る人もいるんじゃないかな。いるよね、はい、だから個人なんで文句ねーす、はい、こいつこれは文句ないでしょ。数々のクエストぶっ壊してきましたよね。ぶっ壊したね、はい、しかもこいつ多分もう本当運枠 MVP とか、うん、配布 MVP とかもいや、配布 MVP は何ですこいつ。もうこれ多分最多受賞もワンチャンあるよ、うん、ありますあります。なんか最優秀賞は取れないけど、他の受賞のとこ全部持ってくみたいな感じのタイプ、ね、まあ、こいつやったよね。本当そうだよね、うん、うちのライブ配信コメント MVP も多分1位2位争ってる、争いますね。ただ意外とその使ってみるとマジで使えねえか、クッソ強いかどっちかなんですよ。すげえわかる、うん、で大抵使えるって言われるとこは無理やり使ってる人が多くて、うん、でもなんか本当に言ってるだけあって、その本当に強いとか強いみたいな、うん、でマヌベルで最初うまくで使えるって方が多かったから、うん、僕1回も使ったことない、うん、まあ2回使ったかしかないですけど、個人で言うとみじんも使わないですね、リザ。曜日ダンジョンでしか使わない、リザは。ただちょっと使ったら強いんだろうなってとこは言っちゃいますね。なんでリザはさすがに入ってくるかな。でも自分も確かにどこでもリザっていうことはないかな。ないですね、うん、どちらかというとなら屈指の方が使うかなっていうあれがあるんで、地雷がねっ
やっぱノンノとか使っちゃうんでね、結局公約で貫通選んじゃうんですよね、公約になると僕はね、マイスだと。なんで、まあ、使ってる人だったら分かると思う。納得じゃない、納得のリザーっすね。なんでリザーが絶対どっかしら入ってくる、うん、MVP ってなって個人の市場を入れてもリザーが入ってくる。はい、入ってきます。確かに選ばなさそうだもん。そう、絶対選ばないもん。そうだよね。でも入れる。でも入れるってことは本当に強いっすね。本当よっぽどよっぽどだよ。よっぽどっすよ。よっぽどだよ。このなんかリザ別に好きじゃない、むしろ嫌いまであるぐらい人が入れてるぐらいだから、リザは入って終わりぐらいにリザ入れようかと思ったんだけどなとかいう感じ。そう感じだったけど、いや入ってた、入る、うん、しかもノストラを超えるっていう感じ。しかもノストラを超えるのウケるで、確かにリザは無視できなかった。10位じゃないんで、確かに今年1年で見てリザ無視したらお前今まで何やったんだってなるから。本当に確かにリザもらい忘れてた、はい、8位。いやこれも、うん、これもでしょ。いや強い、しかもこいつ、ね、こいつに関してはほんと期間短いから、期間短いくせに実績やばくない。やばい、あのちょっと舐めてました。忍ぶタイプになるかなと思ったんですよ。忍ぶ、最近出たやつだと忍ぶ、あとあれアレキサンドライト、はいはいはい、ゴン、最強スペックって言われて、うん、誰もが強いって言うんだけど使うところがない、うん、マジで。とかあとあのメリオダスとかだ。そう、メリオダスとかの神化的な感じ、うん、確かにイメージあった。マジで使うとこないってイメージがあるんだけど、ゴンはなぜか知らないけどむっちゃ使える。ほんと使えますねこいつ。なんでですかね。やっぱカウンターキラーの消費がやばいじゃないですか。やばい、気弾も超強いじゃん。強い、 SS やばい、 SS やばい。いやでもやっぱハンターハンターってコラボの時あって使えるようにしたのかな。うーん、アシュラカイでも最新までね、そう結構使えますからね。だってもうこいつアシュラカイとか3体いればもうそれだけでめんどくさいとか全部なくなるから、なんか簡単じゃないっすよね。そうこういうのね、いやゴンはちょっとやったなと思いましたね。SS 誰に当たってもいいっていうのがやっぱ使いやすいのかもしれない。使いやすい、ザコが多いっていうクエストをクエストからぶっ壊していきますからね、SS が。ちょっとゴンね、もう無視できない、ね、ゴンやったね、はい、本当、うん、ゴンやりましたね。これキラーとやっぱ耐性ついてるのがでかい。でかい、スワビ乗ってるのがね、乗って全的ロックの上ギアはやってましたね。だ捨てがちょっとやりすぎたんじゃないかなって個人的には思ってて、強すぎる。捨ても高いもんね。捨て化け物っすよねこれ普通に。だって殺意竜再来っすよこれ。本当に、いやこれはちょっとしばらく評価されてもいいんじゃないかなってぐらいかな、こいつに関しては、うん、他のやつはちょっとまた一線違いますね。使いそうで使われないっていうのは違いますね、うん、確かに、うん、こいつはガチで、うん、ガチで使うね。よっぽど本当こいつに似てさらに上のなんか限定が来ない限りは、うん、人時代気づくだろうね、うん、結構やったと思ったもんねこれ、うん、あともうちょっとどっかひねってなんかちょっとアビリティとかついたら練習の限定でなんか一年気づいていけるスペックのキャラになっちゃうよね。なっちゃう、ね、もう一個アンチャービとかあって。でも今年の、まあ、もうまだ発表されたんですけど、はいはい、ワンチャンね、まあ、結構ほんと限定クラスのスペックだよね。今年のマナ、ま、のあれを見ると、いや強いですね、インパクト具合見ると本当にそうだよ。はい、これが8位だ。はい、8位、ね、7位。7位からちょっと次元違いますね。こいつらもうどこにでも出てきたんでこいつらは。マジ。7位からもう次元違うと思ってください。ベトベ。ああ。はい。でこれおかしいですこいつ。やばいっすよねこれ。ベートーベンも、うん、本当もどん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 株上がってきたかな。うん、ベートーベンはねマジで使いましたね。本当に使ったなこいつは。やっぱブロックついアンチブロックついてて大号令、うん、今年もドンピシャだったかな。はい、てか楽こいつ1本いると、うん、本当にいろんなクエストが。友情も強いし。友情強いっすよね。強いね。本当に、ね、こいつ本当マッチョだよな。マッチョっすね。何でもできるタイプですよね。何でもできる、うん、かなりいいですよね。ベートーベン本当楽になった。このスペックで大号令と爆破隠さないもらったら捨て低いはずなんですよ普通、うん、捨てもいいんだよね。まあ、ベートーベンはまあいいですね。あとゲージなしで使いやすいっていうのもあるのか。ベートーベンもっと化けたね、化けましたね。またこれ X フラグパークの中心化なんで、うんうん、まあ入ってくるでしょうね、ベートーベンはね。ベートーベンは本当、うん、強い。いや、ベートーベン強いっすね、うん、本当に。まあ、これ MVP はまあ入ってくるかと、さすがにね。2017年っていうか。これも確かにな、うん、ベートーベン。まあでもあんま言うことはないですけどね。あ、
まあ確かになんか新しい、すげえ目新しい部分があるかっていう感じではないけど、うん、全体的に組み合わせが、爆破拡散の爆発ですからね。あ、そうだそうだ、そうですね、そうだった、うん、そうだったわ。爆破拡散のこいつ貼ってたんですよ、一応。なんか結構もうコンコンついてるけど、モンターとか。あと真珠の聖域で俺結構降臨編成やった時にベートーベン相当お世話になったんですよ。はいはいはい、はい、あのジャックンとかとかもうやりたい方でやってくれるんで、こいつが。だからやっぱ大号令ってすごい偉大だなっていうのを改めて感じるキャラでしたね、うん、はい、次いきます。でこっからはちょっとね違うんですよ、はい、あーこいつも6位だからね。こいつもいたじゃん、だってもう、うん、トップ3圏内余裕で、圏内余裕で入りますね、余裕で。いやこいつやりすぎたよね、今年。今年暴れすぎじゃないですか、信長。暴れすぎ、うん。まあ、でも出た時からさ、やべえこいつはってずっと言われたじゃないですか、うん、その通りでしたね、うん、やっぱ斬撃と次元斬ダブルはやばかったね、うん、やばい。信長に関しては前、多分前もってね、僕ら言ってました、ね、そこ言ってたと思うんですけど、こいつはやばいと、うん、あとまあ28端号令がちょっとアホっすよ。あのクリスマスライブのズームは見ていただければ分かるんですけど、硬いやつ吹っ飛びますもんね。いやこれほんとね、うん、これはね、SS が強い。こいつに関してはパンダラの SS が強いですからね。多分分身、5人分身号令よりはるかに強いと思ってる、これは。28段。1人で出した時の火力が頭おかしいし。1人でも出せるしね。カウンターキラーの時ね。捨てもおかしいし、優勝もおかしいし。いい見本ですよね。いい見本。うん、アンチアビ以外が強い、うん。これはちょっと。信長は強い。やばかったね。強かった、うん、1体でも強いっていうのはまた本当に強みなんだな。今年、うん、信長はやったね。ただ跳爆が若干下位とかではちょっとやったけど、そんなに、あ、でもエデンも信長カンペでいけたりするから。エデンいけたんだよな、うん、結局ね。やっぱ強いやつでそうなりますよね、うん、行こうと思えばいけちゃうんですよね、うん、ハマる、なんかそう、いけちゃってたから、うん、いけるんだと思う、うん、信長ね、結局行ってないだけですよ、なんか行ってないだけで、うん、結構適性少ない人が1体ちょっと胸に入れるかって言って賄ってくれるスペックだと思う。そうですね。俺が英雄の私つけ出遅れて、うん、つけれなくなっちゃったやつですね、うん、今更つけてもなって言って。こいつは確かに、うん、でも全然ありだし。そう、でも今更じゃないんだよね、うん、また新しくそんなハマっていくから、うん、なんとかしてくれるかがやばい、うん、あと降臨周回楽にしてくれるのが多いですね。周回も楽になったもん、うん、僕は強いですね、うん。まあ、MVP なんで、強さランキングではないんで、いろいろ活躍具合やからね、はい、MVP なんで、まあ、強さでいったらもっと上に行くんだし、活躍具合で言ってもね、多分こいつも最多受賞結構入るかもしれないから、ね、入ってきますね。でもね、この上見たらそんなことも言ってられなくなってくるぐらい上がやばい。はい、5位です。5位か、あ、でも、はい、キスキビラやばかったな、こいつもやりましたね、こいつもね。こいつはやった、はい、なぎゼロ、赤シャがもう茶番になったのと、うん、まあ、あとは結構イメージ強いのは大総統ですよね。大総統、あとあれ、メルエム、メルエムね、メルエム、ブラッドレインメルエム、ブラッドレイン強してたから、ね、やばかったよ。本当にやりたい方だよ、さやばかった、うん、で、こいつのいいところはやっぱね、ピロさんが当時から言ってるけど SS、このね、8ターン回復のおかげでね、ダメオーワープンとかだったらね、多属性とかもはや関係ないですね、うん、回復役として連れてけるんで。これね、やっぱ8ターンはやってるよ、うん、やってるよ、これ本当に8ターンはもう、おののいたもん、うん、もうね、やっぱあともう、こいつにこいつインパクトに分かったじゃん、やっぱやっ誰もがキスケが重心化するとは思ってなかったよ、あそこで。あれさ、発表のうまい例ですよ、うまい例、うまい例だよ、あれは完全にね、うん。今年のでもびっくり重心かで言ったら本当にリラ1位に絶対リラだよ、リラかエヴァス、あ、そうだね、うん、あとカムイか、カムイもカムイもそうだ、うん、リラはやばい、友情強いっしょ、いやでもアビリティやばいじゃん、こいつはやったっすね、本当にね、こいつはやっぱ落ちてこない、で、ふと忘れた時にやってくる超アンチワープ、これがクソ強い。結構さ、ダメワープ対応で回復で連れてくってことがやっぱりリラ多いんですよ、うん、イメージ的に、うん、でもね、連れてくと、あ、そうだ、これ超音チョープだったってなることが多い、うん、で、殴りも超強いし、殴り超強いし、 SS バイルズ頭おかしいし、いこいつそうなんだよ、なんかもう、はい、持ってるから当たり前のように使ってるけど、そう、持ってなかったら多分ね、喉から本当手が出るぐらい欲しいよ、リラはね、こいつマジで、ピロさんが珍しく2体目限定になってるからね。そうそうそう、そう、もう今確かに最近あんま引いてないから、最近ちょっとね、ガチャが来すぎてなんかあれしてるけど、でも
それでもだって、うん、狙いもその時持ってなかったから、最初なかったですね。行き行ったからね。リラはやばいっす。リラはもうやばいしか出てこないんですけど、砲撃っすから、ね、こいつも確かに、いや間違いないですね、うん、これ砲撃のせいじゃないよ。これが入は絶対入ってくるでしょ、リラも、うん、リラは絶対入ってくるね。これどこが砲撃だなの。しかも声優沢さんでしょ。何これ何も何も悪いとかないじゃん、毎回言ってるけど。キスケはやっぱ何も悪いことない、うん、悪いことない。ただなんかどこでも使えるって感じはこっから上位のやつに比べてなかったんで、今回はこいつが5位まで落ちてきたんですね。4位も一緒なんですけど、5位でしょう、うん、4位と5位ね、悩んだ。マジどっち上にしようかなって悩んだんで、こいつちょっと4位かもしれないですけど、はいはいはい、個人的なインパクトとしては4位こっちでしたね。あーこいつも、あ、でもこいつそうか、いやそりゃそうだ。これは多分もう運営さんが上げてる、心中の聖域だって魅力人権キャラになってたし、うん、なってた。でアルカディア使えるでしょ、うん、アシュラカイ使えるでしょ、うん、エンマテン使えるでしょ、これ何こいつ。アルカディア使えるし、うん、火属性全部使えるよね。そう、火属性をもう総なめしてきましたよね、うん、出た時そんなこと絶対思わなかったんですけどね。思ってなかった。ああなんかアルカディアね、うん、あのアルバーロンねみたいな感じだったよね。片方性能考えるのめんどくさいからアルカディア適正にしたのかな、うん、っていうイメージだったらもう神化の方が使う。神化やっぱ12ターンオランチやってるんだよな。そうですね、12ターンオランチね、恩恵感じやすいですね。まあだからある、まあでも進化もまあ混ぜてるんですけど、まあ、進化の方も進化いるかな、はいですね、これ進化の方ね、まあ、進化の方もまあ割とやってますね、うん、これもね。やっぱダブル電撃に助けられると多い。伊勢さんも強いですよね。強い。16ターンの威力じゃないんで、これ、うん、トライパルス弱点取ったらもう大概1ゲージも安心だからな。そうですね、まあ、ただどっちかでこっちっていうよりは今回はこっちですね。確かに上級者というか、うん、キャラ持ってる人だとこっちが確かに、ね、まあ、強いだろうね。キャラがちょっと少なかったりするとは進化がすげえ多分助かってると思う、うん。あー確かにそれいい説明ですね。そうそうそう、うん、進化は確かにキャラ持ったりするんですから。でも神化一択かな、もう、うんうん、ほんと今強いって言ったら魅力、これほんと強いですね、うん、強いっていうか使えますね。魅力欲しいわ。これ MVP じゃなきゃ入ってこない。あー間違いなく、はい、MVP じゃなくて強いランキングだったら絶対入ってこないんですけど、うん、MVP になるとやっぱアルカディがあそこまで楽になるかっていう。こいつ露骨にな、ほんと露骨にもらっていた。今年1位が今年1位、露骨 MVP だわ。露骨 MVP だよ、露骨 MVP だよ。やばかった、確かにもうほんと正規の時やばかったからな。やばかった、新人の正規、え、また魅力だって。だいたいね、魅力だよ、だいたい魅力だったもんな、あの時。やばかったよね、これほんとね。いや、魅力4位かな。トップ3には入ってこないけど4位には入ってくるかなっていうね。魅力が4位でございました。結構新しめがやっぱ多いですね。やっぱなんだかんだその、うん、やっぱね、うん、この上位に来たやつやっぱ遅くで、うん、出ても、あ、早く最近のキャラだとしてもこう実績積むのも早いっていうことなのかな。本当に、ね、はい、3位のやつもう3位だ、ベスト3もう3位ですからね。グネビア、あ、グネね、はい、グネビアの3位です。まあ、これは文句ないと思う。これグネビア俺今年おかしかったと思う。最近だとまあね、あんまりまだ最近ようやくあれじゃない、ようやく他のキャラが目立ってきたからガンガン入れてますよ。あでも、うん、メリーとかでも無双だったもん、うんうん、結局。いや強いっすよこいつやっぱ。まだこの前のね、うん、イザナミも強かったからね、中途半端な精神からね。ウェハスか、ウェハスか、やっぱグネリア強いんだなってなります。本当に久しぶりに使ってみると、最近僕も結構使うのを控えたりする、他のキャラ使えなかったりするからあるんですけど、弱点ロッカーも追い方もうおかしいな。強いですね。でやっぱ発射ウェハがついてるのもおかしいし、やっぱ遅延もなんだかんだあったら安心感違うし、ね、うん、最終ゲージ行ってグネリア残ってるって言ったらもう勝ち確信しますもんね、うん、する。やっぱこいつ MVP でいうと強さだともう今落ちてきたかもしれないですけど、うん、全体的なでもやっぱ強いのかな。でクリスマスガチャでピックアップされてまだ引きに行くって人がいるぐらいだから、うん、やっぱ世間的にも強い。確かに確かに、あれなんかもね、グネビアはね、グネはちょっとあれですね、まあ、本当に
MVP で言うとウニはそう確かにそう活躍度が高いかも、うんまあ、2017年全体で見ると、うん、ネビアは捨てらんないかな。これリラとかよりもはるか昔から実績があって、うん、今でもまだずっと活躍し続けてるっていうので、うん、今回はちょっとネビアを3位に持ってきましたね、うんはい、トップ3だ、うん、やっぱネビアは使えますね、うん、結構ねこうやってスコアついてるんですよね。だから、割と無理して連れてくことが多いんですよ、うん、スコア用でね、うん、そのおかげでグネビアの強さに気づくってことが多い。はいはいはい、はい、あこいつグネビアこっち超強いじゃんみたいな、うん、はいが一応グネビア3位です。はい次に2位ですね。アンドラまあねまあトップ3には誰がやってもトップ3には入ってくるかな。で個人的には進化の方なんですけどね、うん、あ違うな MVP だったら神からな神がいったもうまあまあまあ、うん、一応ね今年の引っ張り系を代表する間違いですねモンスターになったもんね、うん、なりましたねなってたからなったもんね、まあ、もう言うことないパンダに関しては言うことないわ。ダメージオールアンチウィンドだよ。2017年アンチウィンドでこいつ活躍したことないからいや確かにだから去年出た時アンチウィンドの1年になるのか言ってた言ってたアンチウィンド何だったんだ確かにたまに引っ張られなくてよかったとかあったかもしれんけどアンチブロックの年だったから私はアンチウィンド何だったんだよ。確かに本当にやっぱ追従2個砲撃型はやったよやってたねうんやりましたこれは本当にだとりあえず貫通3本のパンドラ入れときゃいいでしょみたいな、うん、貫通2本のパンドラみたいに入れときゃいいでしょとか、うん、それで納得しなかったことなかったもんやっぱり、うん、そう言われたときにだから最初の方はモーツァルトとかあと、うん、なんか他になんかキラー持ちがね、うん、ここキラーが強いとか言ってんだけど、うん、最終的に落ち着くのが貫通3パンドラ、うん、ってことがやっぱ多々多かったかなっていう、うんうん、どうしたスピード高っ。じゃあ進化をちょっと見てみようか。進化進化進化のこちらです。進化は進化は進化でいやーマジでやってますね、うん、パンドラさんはね。いやメナロクレ使ってる人もいるからね強くして、うん、いやー進化パンドラかな。でも俺は進化パンドラの方がはるか使ってたんですけど、うん、紙パンはちょっとフレンドで選ぶことがあって多かった。あー、はい、確かに4体目ですよ、ね、が多かったんで強かったし、これやりたい方ですね。いやアホっすからね。3番編成速殺エール18ターンですかね、あのパンドラボックス。何なんだよ、これ。マイスイエムと超アンチ重力ってのがやっぱ相当良かったのと、うん、ドレインとユークリスよね。いやー強い。いや今見てもおかしいっすもんね。だ今年さ、このキャラが出てきたとしてもおかしいっすもん。おかしい。うん。今年このスペックで限定ですって出たとしてもやっていけるよ、うん、ってぐらい強いよこれ、うん、まだ、まあ、ガフの時もそんなこと言ってたけどね、うん、いやそれにしかもね、うん、マナー見る感じパンドラが来年弱くなる感じしないもん ねなんかそ の、ね、使われなくなりそうみたいな感じはパンドラないからないですね。強いなパンドラ。ほんとパンドラはねやっぱ、やばいわ最初出てやばってなりましたよね、はい、もう1位は多分分かってると思うんですけどゴン、はい、はい、1位です、はい、MVP とかそういうところの話じゃないんだけどこいつは、MVP ですからね全体貢献度とか、うん、強さだけじゃないですか。まあまあまあ納得でしょうね、うんこいつであってもいやてかまあそうなるよね。うんなるでしょそう、まあ、こいつもさらに言うことないな。うんいやこれは全国共通じゃないかなと思ってます。確かに、うん、だからパンドラかモツァが1位なんじゃないかな、うん、全員、うん、そうこいつ もう全部1位かもしれない。こいつ最多も1位だし、うん、艦隊ランキング全部1位確かにホーミングランキングも1位でしょ。ホーミングランキングこいつ超えたら商品ぐらいじゃないですか、うん、強いね。どうしたんだろうね。なんでこうなったんですかね。いや誰も思ってなかったけどね、うん、ほんと、まあ、重心化まではなんかね予想できてたかもしれないけど、うん、
まさかここまで強いやつだったとは。科目18のホーミング28、桁がおかしいんだよね、とりあえずね。今砲撃家だと、うん、まあやばいっす、うん、こいつは。とりあえずホミ球なくてビットンとか邪魔もなかったら、で直打球バリスとかもなかったらモーツァルト、うん、出てからは、まあ、モーツァルト止める気なかったんで、ウェイさんがもう MVP 取りまくり、取りまくりだね、うん、取りまくりですね、モーツァはやりたい方がない。だからちょっと1位は今回モーツァルトですね、が僕の10位から1位。で今回個人的な好きキャラ好きあんま入れないんですよ。はいはいはい、あ割とほんと世間的に見られた注意入れたかな、多分ね、うん、だからノンノ入ってないじゃないですか。あ、そうだ、そう、あの使った自分の中の MVP だったらノンノ、ノンノ絶対トップ3入るんですけど、うん、今回はどっちかというと個人というよりはまあ、個人のランキングなんだけど、うん、まあ、割とでも視野ちょっと広げてみたみたいな感じの見方しましたね、うんうん、今回1体でも強いやつが多いかな。あとはそうだね、うん、艦隊はもちろんやばい、それ以上の強さ発揮するんだけど、うん、1体でも強い、どれも1体、うん、普通に編成するのあるかで、まあそうだね、楽にしてくれたのと長爆で強かったのと、うん、あとここだけで強いは入れてない。あ、魅力に関しては別ですけどね、これに関しては例外、ちょっと強すぎたんで被爆だけだけど、うん、いやでもそれでもね、うん、あ、だからそうですね、ノンノニラかなとかその辺は外れてきたけど、うん、このあと意外なところで外れてるのは何だろうな、ダッキとかかな。あー、ね、確かにダッキとかは多分入れる人いるんじゃないかな。ダッキーそうだね、最初パッとランキング作った時はダッキー7位とかにいた。あー、ダッキー7位とかにいて、ダッキーは確かに、でなんかね、どっかの属性だけね俺見忘れてたんですよ。光だ光で、上にモーツァルト、キスキルリラ、ボンが入ってきて、うん、ダッキーだ。あー、ダッキーは確かにな、うん、ダッキーは簡単だと、はい、キトキとかやばいじゃないですか。おかしくない、うん、おかしくない。あとあれだ、ウンディーネ。あ、ウンディーネだ、うん、ウンディーネもそうっすね。ウンディーネもちょっと早い感じで、そうっすね、まだちょっと早いもしかしたらね、かなぐらいかな。あと人によってはメルエンとかもありますし、あ、うん、あとクーフーリンとか人によっては入るから、ね、あ、タンポポだ、そう、あ、そうだ、タンポポも抜いたんですよ、うん、そう、タンポポも抜いたんですよ、タンポポもそうだ、タンポポも最後に入るかっていう時にリザに負けたのかな、かな、多分そんな感じでしたね。タンポポでも想像以上に普通じゃない？SS のインパクトはあるけど、やっぱ条件が厳しいからあんまり習慣に向かないのかなってイメージがすごいあって入れなかったんですけど、結構なんかタンポポ事前に編成、そうだね、には、うん、よる部分はタンポポを入れたり、うん、よくいろんなクエストしてたんですけど、うん、なんかえ、こっちの方が全然適当に弾けるしいいでしょっていうのが多くて、うん、タンポポ入れなかったんですけど、うん、かな、これですね。だから11位、12位とかに来るのは、まあ、タンポポ、ダッキー、その辺かなと思ってます。いや、ね、納得だったな、うん、なんか10体足りないなってなりました。もうちょっとなんか紹介したいなってレベルに。あ、なんかやっぱこの年はすごい強キャラが多かったんで、うん、重心化もバンバンしてたし、強キャラ、そうね、2017年全体で見た時は僕の中ではこういう感じになりましたっていう感じですね、うん、いや面白かったわ、これちょっと面白いかもしれないですね、個人ってなんか結構変わりそうだから、うん、いやなんか、うん、確かにね、でもモーツァルト1年絶対しないからね、絶対しないですからね、普段ハンドラが来てもおかしくなかったもんな、うん、あ、そうですね、でもそこ悩みましたね、本当にね、うん、ただちょっとモーツァルトの息は止められなかった、うん、手が勝手にモーツァルト一番最初作ってた、なる、うん、なる、うん、はい、はい、ですね。なんでね、まあ、はい、私はこうです、僕はこうですっていう方がいましたね、はい、ぜひぜひコメント欄で書いてる、はい、よろしくお願いします。ナピア編また別にお願いします、ね、はい、よろしくお願いします。まあでもやっぱね、はい、なんだかんだやっぱ、うん、大体ほんとそうですっていう人はね、チャット録、はい、よろしくお願いします。あ、ツイッターもやってますし、ゲームズの SNS もやってます、はい、サブチャンネルもやってますので、ね、登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回もゲームズ RPG ラジオ1から登録しました、はい、ナムピーロでした。シロでした。お疲れ様です。ありがとうございました。